洋勢町、洋勢町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国高城郡高城郷麦の裏村、高城郡高城村、大和麦の裏、薩摩郡高城町大和麦の裏、川内市、洋勢町。郵便番号は895-0212。人口は612人、世帯数は271世帯。薩摩仙台市の中部。 麦の裏側の流域に位置している。麻生駅の北方から西方にかけては、湯田町、北方から東方にかけては、白神町、東方は高城町、西方は小倉町、水引町、南方に上川内町がそれぞれ接している。麻生駅を南北に流れる麦の裏側に沿って、鹿児島県道三百四十号湯の元助名野線が、縦断し、 北部で東西に通る鹿児島県道339号、東郷西方港線と交差する。史跡としては、縄文後期のものと見られる麦の裏貝塚が地内で発見されており、貝塚からは、イブスキ式土器編や、出水式土器編、小型石符などが発見されている。教育施設は、地域の中央部に、薩摩仙台市立養生幼,幼稚園がある。 地内にあった薩摩仙台市立陽税小学校は2018年に閉校した。また、地内には高城町の役場が設置され、1965年に川内市に編入された後も川内市役所、高城支所となったが、その後出張所に格下げされ、後に廃止された。陽税という地名はかつて存在した小学校の名称に由来している。障子は、 峠、峠、猿が、谷、木さぬきが丸、柳越し、丘、架橋、清水が山、ゆこし、釜が砂子、くぬぎが、丸、おつが山、黒くず平、龍号、福崎、立山、湯道、砂鳥、稲子、はさま、田中源、沢原、山川、空、うと、周保伝、高尾、峠。山口、宮下、蜂須、三丹田。 鎧伝、上四股、渡瀬下里、上等、上ゆか、ひいら木段、旗田屋敷店、下四股、中壺、三角伝、上野山下、山下、榎木きが、丸、東田、段の坂前畑、坂口、岩下、栗中、は間平、宇都口、上前、古道、カラス山、 小羽様平小羽様小坂、一本松出脇小園平木玄宇佐子、萩岩上大羽様三角羽様柳羽様鳥声盆平小坂、内賀佐古川添宮田西折春各口、牧田、加護田高岸倉掛岩瀬戸久安下大羽様西の丸 栗原作田池上大石田岩浅間小丸遥な目川上宇都別名縄か北大石田宇都中麦下その西の平田中原落石田畑谷の砂中山鳥の小山倉谷橋口山下戸の脇老山道口高岡 下石田、一戦川中原、堀の内、白谷、あったんだ、宮崎。太田、王子殿、三がかり、三毛殿、外その、極岸、山下源、上原、小山へ、坂本、上野、諏訪下、蛇池、小木久康、伊川、はさま、道下、酒前、屋敷前、石田、張原、口町、 下古町、あと佐古チン岩本がある。陽税町は1965年に、川内市に編入されるまでは、麦の裏と称していた。麦の裏という地名は、江戸期より見え、薩摩国高城郡高城座とのうちであった。仮蔵目録及び、天保道町には624国余り、旧高給料では1093国余りであった。江戸記には、 中央部を南北に、薩摩街道が通り、街道周辺には、ヒイラギ、平御茶屋と呼ばれる藩主の休憩所が設置されていたと、される。また、商屋所も、街道沿いの本川に置かれていた。1889年には、町村制が施行されたのに伴い、高城座との区域より、高城村が成立し、江戸木の麦の裏村は、高城村の大技、 麦の裏となったの調整施行後もそのまま。1965年4月15日には、高城町が、川内市に編入された。同日に、鹿児島県広報に掲載された、地の廃止及び、地の新設により同日付をもって、大矢麦の裏が廃止され、大矢麦の裏の区域をもって、川内市の町、陽勢町が設置された。1999年に、 陽精町和座堀のノの一部が、高城町和座一線川の一部となり、高城町和座イモーの一部を、陽精町和座ドの小口に編入した。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、稽古院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が、新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 洋税郵便局私立小中学校の学区は以下の通りである。県道340号有の元助目屋線。ありがとうございます。